有泉龍ズミ・リュスケ、1月16日から1945年、最終階級は海軍大佐。東京都出身、旧幕臣で日本海海戦に参戦した海軍主系中佐、有泉ーズミ・の長男として生まれる。静岡中学校を経て、1923年7月、海軍兵学校を卒業。1924年12月、海軍将尉に任官。 海軍水雷学校高等科、海軍潜水学校で学ぶ。1931年4月、ロゴ第64潜水艦乗り組みとなり、総合巡洋艦、浅間分隊長、囲碁第51潜水艦、囲碁第156潜水艦、囲碁第70潜水艦の各水雷長を経て、1937年7月、海軍大学校を卒業。 1937年8月、佐世保警備戦隊参謀に就任し、第3潜水戦隊参謀、ロゴ第33潜水艦長を歴任し、軍令部第1部、第2課部員となり、潜水艦の主務者であった。1940年11月、海軍中佐に進級し、太平洋戦争を迎えた。アリズミは、真珠湾攻撃に特殊戦航艇、 公表的を使用することを主張し実現させた。1942年3月、第8潜水艦対参謀に発令され、第11潜水艦対参謀、以後第8潜水艦長を歴任。1944年10月、海軍大佐に進級。同年12月15日、第631海軍航空隊、司令兼副長に就任。 1945年1月1日、第一潜水隊司令兼務。7月23日、うるしい干渉に在泊する連合軍艦船攻撃の命を受け、以後第401潜水艦に座城し、大港を出撃。攻撃開始の直前に終戦となり、降伏の命令を現地で受ける。艦内では自陳化攻撃かで激論となったが、結局は艦長の判断で帰還と決し、 帰還途上の8月29日、米海軍により海上で接収され、有泉ズミは指令室で自決した。机には、真珠湾攻撃で戦死した旧軍神の写真があったという。注釈：区昭和13年6月20日付、海軍事例広報号外第198号、昭和19年12月18日付、日、海軍事例広報号第1672号ほか、 海軍事例広報による、龍之介ではない。陸海軍将官人事騒乱海軍編では8月29日となっているが、著者の戸山美沙夫が後年表した、艦長たちの軍艦誌では31日、半藤和都氏の戦死の遺書その他の文献も31日である。出展優秀会、海級6佐藤次ぐ幻の潜水空母、三人社 NF 文庫、2001年。 ISBN4 から769823134。104ページ。昭和19年12月18日付日海軍事例広報第1672号。アジア歴史資料センターレフ。C130 億7 2 1十万2300。昭和20年1月7日付日海軍事例広報第1686号。 アジア歴史資料センターレフ C130 億7210万2800。ありがとうございます。